大会での目標は優勝することで、スパイク力では他のチームに引けを取らないと思うので、強気で攻めれるように頑張っていきたいと思います。自分たちの持っている力を精一杯出し、上層学院らしいバレーボールをできるように、部員26人で精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。キャプテンの村井を中心に優勝できるようなチームのムードになっているかと思います。本年度に入ってから守りが崩れて結果が出ませんでしたが、守り中心、これからブロックの期待感があるチームなので、なんとか優勝まで結果を出したいというふうに思っております。